ということで、タイガーが勝ってしまいましたが、Just do it。残り3ホール楽しくいきましょう。はい。はい、あとは、己のスコアとの戦い。己のスコアの戦いですね。はい、あゆちゃんが、クラブ降りてくるの待てないって。うん。そういう時はどうしたらいいんですか？クラブ降りてくるのが待てない。タイミング合わないんですよね。うん。上げるスピードを遅くする。ああ。ああ。頭いいこと言ってるよ。あゆちゃん、あの人頭いいこと言ってるよ。らしいです。確かにそれはわかる気がする。タイミング遅くする。上げてくタイミング？上げるスピードを遅くするってことじゃない？うん、9番。9番です。はい。ちょっと乗ったぐらい。うん。おお。いいか。いいじゃん。すごい。まあまあまあ。今、52とかで打ったってこと？ 60 です。60？ はい。おお。LL。はい。振った、右に。よいしょ、強い。球が強い。カイト君は、はい。テレビとか見るの？ゴルフの。ゴルフのテレビはめちゃめちゃ見ます。あ、見るんだ。はい。普通のテレビは一切見ないです。あ、ゴルフのテレビは、あ、普通のテレビ見ないで。ないです。何をよく見るんですか？ゴルフネットワークを。そうだね。ゴルフネットワークを流しかかれ、流しっぱなしみたいな。あー。好きな番組あります？もう普通に PGA の試合の番組ですかね。やっぱ盛り上がりますもんね。夜とか深夜帯だったらそれ見ながらお酒飲んだりとか、友達と勝手に解説したりとかしてます。あ、そうなんだ、はい、ちょっと見ちゃったな。ちょっと右、はい、本当だ。え、おお、バロった。え、なんでそれでバックスピンしちゃうの？カップ舐めました。うん、あ、カップ舐めたのがバックスピンかと思った。違う、カップ舐めた。すげえ。Just do it。タイガー。すげえ。タイガー。そんなことしないよね、絶対。だからすごくやりやすいロケーションです。で、左足下がり。58度出たの？56です。へー。なんもわからん。うん。ナイス。乗ってるなぁ。ナイスエン。ナイス。バーディー？バーディーです。おぉ。Just do it！ ああ、似てる似てる、そっくり。何をしてるんだ。ちょっとジャストドゥイットですよ。ジャストドゥイットやってみ。ジャストドゥイット。やらない。いや、本当にやらない。見てくれてるよ。本当にやらない。やってみよう。本当にやらない。おー、ナイスドロー。木村さん、絶賛今ちょっと不機嫌です。なぜなら、そうです。うまくいかないからです。彼女はいつもそうです。スコアが悪くなると、拗ねます。
右すっぽかしましたね。うまい、うまい、うまい、うまい。まっすぐ行った。めっちゃ怖い。スミ選手、これはすごくいいアゲインストですね。最後18番、スミ選手、優勝確実なんで、ジャストドゥイット見たいですね。ジャストドゥイットしますよ。はい。おお、振った。綺麗に上がった。乗った。手前？スミ選手はイーグル？ナイスパー。ああ、パーだって。ナイスパー。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。最悪です。はいで、はい、ナイスイン。はい、ジャンパー。はい。はい、お疲れ様です。タイガー VS ベントレー、奇跡のマッチプレイ対決は、タイガー・ウッズの勝利ということで。俺の勝ち、俺の勝ち、俺の勝ち。まあ、ゴルフはね、タイガー・ウッズさんがやってますからね、ベントレーさんがいきなりゴルフデビューしたばっかりですから、はい。いきなり勝てるわけがないっていうのはあるかもしれないですけれども。はい、ちょっと操縦士も悪かったですよね。うん。まあ、お互いどうでした？そのクラブの感想とか聞きたい、戦いの感想はいいとして。クラブですね。うん。いや、ものすごくいいクラブなんですけど、うん、ちょっと、何ですかね。優しい感じなのでお年寄り向けって言っていいのかわかんないんですけどまあでも全然使えなくないし、うん、めちゃくちゃ女子とかでもいいってことでしょ。はい、うん、女性の方も全然使えます。うん、し、ね、全然そうですね。 A と L は好きだったっぽいじゃないですか。あ、そうなんですよ、うん、アプローチ結構よるし、アプローチ結構良かったですね。うん、はい、はい、スミ選手どうでした？まあ、簡単に言うと、うん、僕のクラブよりいい僕のクラブより僕に合ってる、うん、僕はちょっと柔らかいシャフトと簡単なヘッドを使いすぎて、うん、それで余計自分でゴルフ難しくしてたのかなって今日めちゃめちゃ思いましたね。クラブ自体はすごく操作性も良くて、うん、もうスピンも入るし、7番アイアンぐらいでももうピッチマークの横ぐらいにボールがあったんで相当スピンも入ってくれてるんですごく使いやすかったですね。ピンを狙いやすかったです。とにかくなのでいいスコアに結びついたのかなと思いますけど、ちょっとパターはちょっとマジで僕苦手でしたあのパターもう一日通してあのパターもう入る気しなかったです。いや短いさバーディーパットしか入ってないもんね今日はね。ショットが良かったからその分で、あれでパター良かったら多分一人で54ぐらい出してましたね。ああ、そうですね。はい。完璧だったよね、今日。はい。めちゃめちゃ。本当パターンのミスがもったいない。ってぐらい。はい。いつもとはちょっと違ってましたね。うん。ね、じゃあ、お買い上げということで。ありがとうございます。すいません。はい。宮下社長。あの、小池さんに、小池さんに頼んでください。社長になります。すいません。ありがとうございます。小池さんにメルカリに出してもらってください。ありがとうございます。じゃあ、私もベッドで乗りたいです。社長、乗りたい、乗りたいですなの。ウェッジだけ変えときゃいいじゃん。A と L 入れれば。いいじゃん。入れようかな。ですよね。うん。でも途中からグリップめっちゃしっくりきてた。うん。はい。パターは？パターもちょっと。いやパター結構入れてましたよね。いや、あゆちゃんねまだねもっとパター入れる人だから。まだ練習してる。撮影の時だけですよ。あ、そうなの。普段全然入れない。なんで説明すんの？はい、じゃあご視聴ありがとうございました。3人の、今後の活躍も楽しみに、応援していきましょう。はい、ありがとうございます。でで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 で。